皆さん、ヒゲじいさんです。おはようございます。今日は6月の16日朝6時半です。出発してから約半月が過ぎました。早く珍道中の荷を紹介しないと思っていろいろ考えたんですけども、とりあえず今日紹介したいと思います。それではまず、ね、寝てる状態ですけども、こんな状態で寝てます。 DJI のポケット2がバッテリー上がってしまったので iPhone で説明します。まず NV200 クマについてですけども、まあ狭いところも行けるし普通の車の感覚で行けるのでなかなかいいと思います。燃費ですけども4階級してて、実際に最初が 10.2、11.3、10.25、11.9、このような燃費で進んでます。車で一つだけ気に入らないことを言いますと、よいしょ、運転席は思ってたより乗車に近く非常に気に入ってます。ただこの右のステーバーというんですか、これが右折の時に結構見にくくなってちょっと厄介かなという感じはします。それ以外車には全く問題を感じておりません。キャンピングカーのとそれと付属品の良かったところを紹介します。まずこのシートですけども、これですね、結構首のところに当たって非常に気持ちがよく、これは良かったと思います。次にこのゴククールの敷物です。これは前にも、これなんですけど、2枚引いてこの部分が余るので枕にして寝てます。非常に思っている以上に寝心地がよく、当初もっとホテル泊まる予定だったんですが本当に気持ちよく寝るので重宝してます。これは洗濯籠ですけど、そろそろいっぱいになってたので新潟で洗濯したいと思います。他、当初も説明しましたけど、この太陽光でやる照明なんですけど、ちょっとね昼分かりにくいと思うんですけど、3回押すと一番強くなります。そして4回目はまあ点滅、これは必要ないんですけど、まあこういう形で夜これがあるとサブバッテリーを使わずに気楽に使えるので、結構このライトは活用してます。アマゾンでそんなに高いもんじゃないのでこれは良かったと思います。あとこの部分に見えるでしょうか、コーヒーであったりかなりのもの、必要と思えるものをここに詰め込んできましたけど、実際はほとんど使ってません。まあ、歯ブラシ、洗面道具、後で紹介しますけども、インターネットカフェが結構いいんで、あまり用意しなくてもほとんどいけるかと思います。一つダメな点なんですが、わかるでしょうか、ベルトで固定してます。
ちょっと外しますね。当初から入るのに邪魔ということで、ちょっと外す面倒なのでもうこのまま説明します。入るときにこれがずっとこう来て、入り口を広くして入ったわけなんですが、甘くなってこの部分のボルトを締めればいいんですけども、締める道具がどこに直したか本当に分からなくなってしまったので、これがこう動いてこう動いてですね、窓ガラスにコン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 当たるようになってしまいました。それで今こういうベルトで固定して来ないようにしてあります。これはやっぱりもう少し考えないといけないかなと思ってます。最後にこのモバイルバッテリーを紹介します。単位ちょっと忘れましたけど、3万何がしという数字のバッテリーで大容量です。3種類の C タイプや iPhone のにも接続でき、超非常に便利です。最後にこのゴミ箱も非常に良かったです。実際に、こういうようにナイロン袋をやって、その中にもう一つスーパーのゴミ箱を入れて、すぐに掘れるようにはしています。それで何が良かったかというと、運転してる時の肘掛けになって、非常に、肘掛けの役目として用を果たしてます。これも良かったです。あ、もう一つ忘れてました。このセンターにつけた、洗濯物とか乾かし用につけた、通常は、バスタオルをこうやって干すためのように使ったんですが、夜後ろの光を遮るのに、単純にバスタオルでこうすることによって遮光できるので非常に重宝してます。あとは運転席のカーテンを閉めるとほとんど遮光されるので、ぐっすり寝ることができます。この真ん中の洗濯物干しというか、これを入れておいてよかったです。今日の朝食はグラノーラ、ゴロッとチョコナッツです。優雅に楽しんでます。ローソンで買ったこのバナナ、めちゃうまいです。また買おうと思います。これはつけすぎです。またドクターに怒られそうです。モーショントラップって言ってこうしたら、ずっと勝手にジンバル上で置いて帰ってくれるし、もう十分です。いいですね。それ1本。